2022年、大阪府寝屋川市である事件が起きました。4人の男女が共謀して引き起こされてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件の犯行グループの一人となる持田種は、島根県で出生します。学生時代を地元で過ごした持田は、18歳の時に免許を取得し、高級車を乗り回していたそうです。一体どのような経緯で、そんな高級車を手に入れていたのかは不明なのですが、彼女は SNS に高級車が写った写真をアップしていました。その後、一人の男性と付き合っていたのですが、交際関係が悪くなり、精神的に落ちていった時期があったそうです。そして持田は、現状から逃れたいと思ったのか、幾度となく自ら命を絶とうと試みたといいます。その際に使用していたのは、高級ブランドのベルトだったようです。そのような生活が続いた結果、体重が13キロも落ちたようで、さらに精神状態がおかしくなっていきました。何でも自分の手を刃物で傷つけたり、いきなり発狂して、その辺にあったものを壊したりしていたそうなのです。さらに、持田は一つの現象にも悩んでいました。それは生き量に取りつかれるというものだったようです。本当の話かは不明ですが、持田曰く何度もお払いをしていたといいます。そんな中、持田は高級車の運転が非常に荒かったそうで、幾度となく廃車する事故を起こしていました。このように事故が続いたため、ついに免許停止になったそうです。その後は、特に何かの当てがあったわけではないのですが、大阪府に一人で移住しています。また、大阪には身寄りもいませんでした。しかし、食べていくためには働かなくてはいけません。そのため、持田は一つのバーで働き出したようです。また、バーで働き出した持田は、19歳の時にアパレルブランドを立ち上げたといいます。しかし、そのアパレルブランドが軌道に乗ることはありませんでした。そうして、なんとか仕事をしていた持田ですが、彼女は一つの寄稿を SNS に投稿しています。その写真には、道端でゴミの山に座りながら舌を出して、カメラ目線の持田の姿があったのです。この投稿の文章には、次のような文言が添えられていました。ノリでゴミの中飛び込んだら、すんごい臭くてビビった。このように、その場のノリでゴミ山に突っ込んでしまうという行動をしていた持田は、音楽にも興味を持ち始めます。そして実際に DJ としても活動をしていました。彼女はオリジナルの曲を SNS に投稿していたのですが、人気は出ず、売れない DJ ラッパーと言われていたそうです。ここまでの持田の反省を見ると、思い立ったら即行動するタイプの女性だったと思われます。そして、本件でもう一人の犯人となる光明人は、持田の一つ年下の男でした。彼は、自称アーティストと名乗っていますが、その実態は謎に包まれています。一体何をしてアーティストと名乗っていたのかは不明ですが、光を通じて、他の犯人となる18歳と19歳の少年も集まってきました。集まってきた少年のうち一人は、家庭環境が最悪だったらしく、両親にひどい扱いを受けて、施設を転々としていたといいます。こうして持田らは4人グループとなったのですが、そもそも彼らの関係性は薄かったそうです。光が大阪にやってきたのも犯行の3日前だったらしく、持田と少年のうちの1人は初対面でした。また4人で行動を共にしている間、ホテルを転々としていたそうです。そして事件当日となる2022年3月1日、持田が一つの提案を仲間に申し出たそうです。その提案というのが、プッシャーを叩こうというものでした。プッシャーとは、違法な薬物の密売人を表す言葉です。なぜ持田がこのような提案をしたかというと、金銭目的だったといいます。そうして犯罪に手を染める提案を受けた少年のうちの一人は、その時の心境を次のように考えました。断ったらダサいと思われる。プッシャーだったら相手も悪いことをしているから、やられても仕方ない。なんと、犯罪の提案を断ることがダサいと考えていたのです。こうして4人は売人を呼び出して、隙をついて一斉に襲いかかるという計画を立てました。その計画を実行に移すため、 SNS を使ってターゲットの物色を始めます。そこで目についたのが、当時20歳の専門学校生 A さんだったのです。 A さんは優しい人柄で、恨まれる人ではなかったそうです。そのように彼のことを悪く言う人はいなかったのですが、その裏で A さんは違法な薬物の売買に関わっていたとされています。そのため、持田たちは SNS 上で A さんにコンタクトを取り、A さんが売買していた品を購入するように装って取引を持ちかけたのです。そして A さんに対して指定の場所まで来るように連絡を行っています。この時、4人はバッチリ凶器を準備していたのです。そして、当初持田たちが待ち合わせ場所に指定していたのはコンビニだったといいます。
しかしこれは A さんがちゃんと一人で来るか確認するために指定していた場所に過ぎなかったのです。その後持田たちが指定したコンビニに A さんが一人で訪れています。その一方で4人は持田が運転する車でやってきました。そして4人は A さんが待ち合わせ場所のコンビニに一人で来ている様子をちゃっかり伺っていたのです。A さんが本当に一人で来ていると確認できたため、持田たちは待ち合わせ場所を変更する旨の連絡を入れています。この時に4人が A さんの様子を伺っている姿はコンビニの防犯カメラに捉えられていました。そして彼らが次に指定した場所は人通りが少ない場所であり、美容室の敷地内だったそうです。待ち合わせ場所を急遽変更された A さんは一人で車に乗り、その場所に向かいました。そして光たちと A さんは落ち合ったのですが、そこで彼は羽交い締めにされてしまいます。光たちは催涙スプレーや警棒などで A さんに対して攻撃を加えていきました。A さんは突然の襲撃に勘弁してと言って所持品をすべて差し出したようです。この時の様子を近所の人が目撃していました。光たちは A さんに対し、まだあるやろ、全部出せと脅していたそうです。こうして A さんは袋叩きのような状態になったわけですが、光たちのグループにいた当時19歳の少年は物騒な武器を持っていたのです。その武器というのが刃物でした。彼はこの時無我夢中で記憶がなかったそうなのですが、なんと気づいたら刃物が A さんの背中に突き刺さっていたというのです。そうして倒れた A さんは力尽きてしまいました。この時犯行グループのうち唯一の女性だった持田は暴行には加担していませんでしたが、とんでもない行動に出たのです。驚くべきことに力尽きる様子の A さんのことを動画で撮影していたというのです。さらにその動画には笑い声が記録されており、うわあかわいそう、ははは、動かなくなったじゃんなどと発言していました。こうして一人の男性を泣き物にした光たちは A さんが所持していたバッグを奪い取っています。そのバッグの中には現金13万円やサングラスなどが入っていたそうです。その後持田が運転する車で逃走しています。その一方、近隣の住民から 4,5 人が喧嘩をしていて、若い男性が倒れていると通報が入れられたため、事件が発覚したのです。現場から逃走した4人は、奪ったお金を分け合っています。そのうち19歳の少年に関しては、東京に移動して遊びに使ったそうです。その後警察の捜査で、現場から A さんの携帯電話が見つかりました。その中身を確認したところ、持田たちグループとのやり取りが確認されたのです。さらに付近の防犯カメラには光たちが逃走する様子も残っていたそうです。こうして捜査を進め、犯行から約1週間後の3月7日に自称アーティストで当時20歳の光明と19歳と18歳の少年の3人が逮捕されました。一人だけ逃れていた自称ラッパーで当時21歳の持田種に関しても翌日に逮捕されています。こうして4人全員が豚箱行きとなったのです。光は取り調べで手にかけるつもりはなかった、武器は脅しのために使うつもりだったが誰かがどついた、自分は素手だったなどと話したそうです。その一方で持田はイケシャーシャーと、私は事件の現場にはいませんでしたと言い放っています。その後持田と光については手にかける明確な意思を立証するのは難しいと判断され、強盗致死罪で起訴されています。また光と持田は送検される際、謎のポーズを報道陣のカメラに向かって披露したのです。一体このポーズは何なのでしょうか。持田に関しては中指を立てるという動作をしており、これは攻撃的なサインとして一般的にも知られています。ただ光のこのポーズはどうやらあるラッパーが用いているポーズみたいなのです。しかしその明確な意味を調べても特定することはできず、ネットユーザーの中には甲殻類のカニを表しているのではないかと分析する人もいます。その一方でストリートギャングを意味するのではないかという声も上がりました。そして18歳と19歳の少年2人については逆送となり、持田たちと同様に裁判が行われることになったのです。また2022年4月1日から少年法が改正されたため、特定少年として全国で2例目となる実名が公表されています。その後2022年12月22日判決公判が行われ、持田に懲役20年、光に懲役22年が言い渡されました。裁判長は光について犯行に積極的に関与しており、真摯な反省もないと指摘しています。その一方で持田については暴行に加わっていないなどとして、光より責任はやや軽いと判断されました。
事件に関わった少年については懲役9年以上15年以下の不定期刑となったようです。4人の男女が起こした本事件、送検時に謎のポーズを披露したことで世間では全く反省していないのではないかという声も上がったようです。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。